田山本北山蔵七子と絶句産業業所、聖物草不官事無謀、山本北山文化9年5月18日は、江戸時代中期の受学者である。縄信有、あを転記、天通称記録、この無録、北山は、号、別号に、公共老主人、学藩、同一氏敬義王、竹包み院一などがある。北山は、江戸の裕福な武家の家庭に育った。 幼少より文学を好み、また英雄で自尊心の強い将軍であった。父を早くに亡くし、母一人によって愛情深く育てられる。江戸小石川の白山本年寺の近くに居住していた。はじめに山崎桃慶に素読を学び、その後15歳にして経学を学んだ。これは井上銀河による折衷学を政寿館において調校したものと遂行される。 北山は、講義を受ければ難解な教義であってもたちまち、理解してしまったという。その後、訓古学、生理学、伊藤人祭の古技学、お牛宙来の古文字学などを独学で収める。資産家であったため、寄稿書も含めて、書棚一杯に本を購入した。23歳の時、皇居集覧二巻を表して、江戸で有名となる。この頃書斎を、公共楼と名付けている。 北山は秀出た才能を持つと同時に、直上型の激しい気象であり、自ら、受注のキャンと称しているように気に厚く、男気が強く、時に、社会の不正に対して義憤に駆られることがあった。ソライの古文字学を厳しく排撃した一人として、知られる。また、感性医学の金に強く反対し、亀田放斎、市川革命、塚田をお見ね、 都島とすらと共にご起とされた。天命の大基金では勇士を募って、休民の救済運動を起こそうとした。死にはつかず、独学で、自らの学問を成した。また主官は非職であるとして、生涯にわたって一度も職に就くことはなかったが、久保田藩主、佐竹義和や高田藩主、木原政霊の依頼を受けて藩政に有益な助言や指導を行い、 大きな成果を上げていたことが伝わっている。百科の書を少量し大変な博学であり、儒学以外に、天文や標本、医学、道や思想などを極めた。私塾系義塾を開き、門人は数百人にも及んだ。しかし、大田金城などの一部の門弟は、北山の地震過剰が横暴に感じられ、リーダーの資質でないと厳しく批判している。 死者築定原社を結び、精神少量派の詩人を育てたことでも知られる。妻は、今川ももといい、一人息子の山本緑院が後を継いだ。緑院の後二樹者を継いだ、山本学藩、儒家でありながら、堺法一の弟子でもあった、山本祖道を、画家となった緑院の娘山本水雲、さらに、祖道の子には、絵師となった山本光一、堺同一がいる。 去年61、東京都文京区の本年寺に墓がある。墓碑名に、術子山本先生墓碑と死亡が刻まれ、親友の亀田宝斎が悲鳴している。北山は、井上銀河の折衷学に啓発され、その後独自の学問を受立した。自らその学を、孔子学と称し、公教こそ、孔子の真意を伝える、唯一の継書と位置づけ、最重要視した。 自分においては、服部南閣らの古文字拡張派が、胸とする、李ハ流や王ーセなど、党首戦に代表される私風を二投資として退りけ、亀田ダ斎、塞、ミナ健と共に激しく批判した。代わりに、民の縁広道らの公安派を理想とし、精神で、叙情的な創始こそ、詩人自らの個性を表現し得る最適な監視スタイルであると主張した。 この主張の影響は大きく、以降、投資が体調していき、創始が流盛となっていく。北山自身は、詩人としての才能に恵まれていなかったが、彼の指論は、少量説と称され、市川関西や大久保私物、菊池五三、中井君堂ら、精神少量派に受け継がれ発展していくことになる。また文においては、関与や流草源を尊び、名文化として知られた。 今関店舗、江戸詩人表伝集に平凡者、2015年 12p。ありがとうございます。